皆さんこんにちは。番組ナビゲーターの雪沢智子です。今回は横須賀市外に住む子育てファミリーの転入を応援する制度、子育てファミリー転入応援住宅バンクについてご紹介します。子育てファミリー転入応援住宅バンクは空き家対策と子育て世代の定住を促進するための制度で、横須賀市外から転入する子育て世代の方に向けて市内の良好な住環境物件をホームページでご紹介しています。さて志麻さん、この子育てファミリー転入応援住宅バンクというのはどういう制度なんでしょうか？この制度は、物件購入助成、引っ越し助成、リフォーム助成の3種類、トータルで最大50万円までが助成される制度です。物件購入助成は不動産仲介手数料や家具家電の購入費用などに最大20万円まで、引っ越し助成は最大15万円まで、リフォーム助成は横須賀市内に本店のある事業者を利用する場合に限られますが、こちらも最大15万円までが助成されます。それだけ助成があると助かりますよね。この助成金を受けられる対象というのは決まっているんでしょうか？はい、この助成の対象者は中学校3年生までのお子さんがいらっしゃって、このバンク物件を購入されて横須賀市外から横須賀市内に転入されるご家族の方が助成対象です。この子育てファミリー転入応援住宅バンクでは、転入促進と子育て世代への支援を推進していきたいと考えています。ゆったりと暮らせる街でとても魅力的な物件があります。雪沢さんもぜひ一度ご覧になってみてください。はい、どんな物件があるのか楽しみです。ということで、まずはじめにご紹介する物件は京急 YRP 野比駅から徒歩7分の場所にあるこちらの物件です。さて、1軒目の物件にやってまいりました。こちらなんですが、とっても立派なお宅ですよね。 ありがとうございます。こちらが対象物件なんですか？はい、こちらが弊社が登録させていただいている対象の物件となります。敷地面積約50坪、建物の面積約40坪の建物になっておりまして、間取りは 4SLDK となっております。とってもゆったりしてますよね。はい、もうとても一個一個ずつが大きめの間取りになっておりますので、非常にゆったりとしてお住まいになれます。駅も非常に近いんですけども、何よりこう海まで歩いていける、そこがちょっとおすすめのポイントです。あとは海は近いんですが、ちょっと丘の上になっておりますので、津波の心配等はなく安心して暮らせる分譲地となっております。ぜひたくさんの方に見ていただきたいですね。はい、ぜひお待ちしております。続いてご紹介する物件は京急北栗浜駅からバスで10分、バス停から徒歩1分の場所にあるこちらの物件です。さあ、続いて2軒目の物件にお邪魔しています。焼きがふんだんに使われていて、とっても落ち着いた雰囲気の物件ですよね。ありがとうございます。こちらは 3SLDK となってまして、1階には18畳の LDK がありますね。2階に上がりますと和室と洋室なんですけれども、広いバルコニーがありますので、ちょっとバーベキューみたいな形もできると思います。はい、じゃあもうご家族でこう楽しみながら暮らせそうな物件ですよね。はい、そしてこちら近くには YRP があるんですよね。そうですね、春には桜のトンネルになりますので、皆さんそちらをお散歩されてますね。あと道も整備されているので、はい、そうですね、とてもそう生活しやすい道となってますね。国内外の研究機関が多く集まる横須賀リサーチパークの一角には、バードウォッチングなどが楽しめる自然豊かな光の丘水辺公園があります。休日など自然に囲まれながら家族でのんびり過ごすのもいいですよね。皆さん、いかがでしたか？今回ご紹介した物件以外にも様々な物件が登録されています。詳しくはホームページをご覧ください。さて、この番組ではこれからも横須賀の魅力あふれる情報をお伝えしていきます。ぜひお出かけの参考にしてみてくださいね。それではまたお会いしましょう。さようなら。